シーキャット。シーキャットは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名は、淡水魚がほとんどを占めるナマズ目、キャットフィッシュの中で、例外的に海水魚であるハマギギカとゴンズイカに、属する120種ほどの総称にちなんで命名された。シーキャットは1943年10月30日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。 1944年2月21日に EL 国連によって命名浸水し5月16日に艦長ロブロイマ・クレガー中佐アナポリス1929年組の指揮下収益するニューイングランド海岸沖での大焼け目及び成長後シーキャットは8月28日にニューロンドンを出港しパナマ運河経由でハワイに向かった後ハワイ海域での訓練を行った 10月28日、シーキャットは最初の紹介でパンパニとパイプフィッシュ、シーレイブンと共にウルフパックを構成し南シナ海に向かった。ミッドウェイ島とサイパン島を経由して南シナ海の紹介海域に入り活動。12月3日、シーキャットはあの地点で南下してくる日83戦団を両艦と共に迎え撃ち、シーキャットは2隻の日本商船に向けて来撃し、 マクレガー艦長は両方とも撃沈し1万5000トンもの戦果を上げたと考えたが、戦後の日本の記録では、タンカー、ハリママル、石原汽船、1万45トンを撃破したことが分かった。シーキャットは37日間を紹介海,海域で過ごした。12月28日、シーキャットは58日間の行動を終えて、グアムアプラ港に帰島。 艦長がリチャード・エイチバ・バワーズ・アナポリス1938年組に変わった。2月1日、シーキャットは2回目の紹介でセグンド、レザーバックとウルフバックを構成し東、シナ海に向かった。シーキャットは九州沖での紹介活動中、2月19日には300トンの貨物船に砲撃を加え、2月15日には小型貨物船を雷撃したが魚雷は命中しなかった。 3月6日には2000トン級貨物船に来撃を行い撃沈を報告したが、日本の記録ではそれを補うものはなかった。3月24日、シーキャットは52日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。4月27日、シーキャットは3回目の紹介で、東、シナ海及び、航海方面に向かった。5月25日、シーキャットはの地点で、 海上トラックの集団を発見し、魚雷で3隻撃沈した。6月7日、シーキャットは他の6隻の潜水艦と共に日本軍の輸送船団を攻撃。400トン級の敵船に対して、大撃と砲撃を行って、撃沈した船から2名の生存者を上艦させ、尋問を行った。6月25日、シーキャットは57日間の行動を終えて、 新珠湾に帰投した。8月6日、シーキャットは4回目の紹介で千島列島に向かう。しかしながら、紹介海域に到着後、終戦の知らせが入る。シーキャットは日本本土へ向かうことを命じられ、9月2日に東京湾で行われた幸福式典に臨席し、翌9月3日に出港してグアムに向かった。9月7日、 シーキャットは27日間の行動を終えて、アプラ港に帰島した。シーキャットは、アプラ港での短期間の停泊後、帰国の途に着く。サンディエゴでの作戦活動を1946年の春まで行った後、サンフランシスコ湾に向かい、1946年4月15日に、オーバーホールのためメアアイランド海軍造船所に到着した。 オーバーホール作業は7月26日に終了し、シーキャットはサンディエゴに向かう。サンディエゴを8月12日に出港し、最初の模擬紹介に向かう。この巡航では、ハワイ、カントン島、スーエインズ島、サモア、アタフ島、チンタオ、上海を訪問した。巡航を終えると、シーキャットは大西洋艦隊に配属された。 シーキャットは1947年1月12日にパナマ運河地帯のバルボアに到着、その後2年半をバルボア沖での訓練に費やし、1949年6月に母校はキーウェストに変更された。その年の秋、次回のオーバーホールで実験用の変更が実施されることが決定した。9月30日にギースマイナス399実験潜水艦に、 艦首変更され、11月7日にフィラデルフィア海軍造船所に入居した。回収作業は1950年3月11日に完了し、シーキャットはニューロンドンを経由してキーウェストに帰還した。キーウェストを拠点として作戦活動に従事し、1952年1月9日にフィラデルフィアに向かう。1月15日に到着、シーキャットは フリートシュのオケル回収が行われ、再イド SS-399 へ艦種変更された。オーバーホールと回収が完了すると、シーキャットは1952年6月26日にフィラデルフィアを出港し、キーウェストに帰還した。母港を拠点として、カリブ海、メキシコ湾及びアメリカの南海岸で活動し、1966年7月に大西洋を横断。 地中海で第六艦隊と共に4ヶ月間の配備に就いた。10月30日にキーウェストへ帰還すると、その後はカリブ海及びフロリダ海域で定時任務を再開した。シーキャットは1968年12月2日に退役し、同日除籍された。その後1973年5月18日にスクラップとして売却された。キャットは、 第二次世界大戦の先行で3個の従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。